皆さんこんにちは。株式会社ハチヤのマーケ担当です。今回は大人かける遊びをコンセプトにした大人かっこいいお家をルームツアーしていきます。詳細や見学予約は概要欄をご覧ください。ではまず外観から見ていきましょう。外観のポイントは2種類の外壁を使用していることです。左側にはストというグレーの漆喰、右側にはサビ茶のソリドという素材を使用し、大人な落ち着いた外観を演出しています。アプローチにはピッコロという可愛いレンガを無造作に並べて、周りを芝と植木で囲み、ジブリ映画のアリエッティをイメージした外光に仕上げています。撮影した時期が寒い季節なので、芝などが少し寂しく見えるかもしれませんが、季節によって雰囲気の違う外観が見られるのも楽しみの一つです。2棟にわたってかかる亜鉛メッキ合板の一枚板で特注した庇も、独特の質感がポイントになっています。玄関の手前左側には広々とした中庭が広がっています。こちらの植栽もアリエッティイメージ、芝もこれから地面が見えなくなるくらい生い茂っていく予定です。リビング側の大きな窓も中庭を設けることで外からの視線を遮り、天気の良い時は窓をフルオープンにして、プライバシーを守りながら外の空間も一体に感じることができます。玄関扉にはランクルベージュカラーをチョイス、手が塞がっていても開け閉めしやすい箸を使用しています。病院などでよく使われるものを今回住宅へ取り入れました。中に入ると目に飛び込んでくるのはソリドの壁です。こちらは内装リサイクルボードとも呼ばれていて、材料の中にコーヒーショップなどの使用済みのコーヒー豆が使用されています。自然素材を利用することで一枚一枚異なる風合いを作り上げるソリドは、高いデザイン性だけではなく環境負荷を軽減する素材として需要が高まっている建築素材です。リビングは北側の配置になっていますが、天窓も設けられているので、そのことを感じさせないほど明るい空間となっています。リビングのソファに座ると正面には薪ストーブが設置されています。2階まで吹き抜けた空間となっていますので、冬にはこの薪ストーブ1台で家中暖かく過ごすことができます。 LDK は空間を仕切らずに全て見渡せる開放的な空間になっています。キッチン、ダイニングは天井高さ 2.3メートル、リビングは吹き抜けとなっていることで仕切りはありませんが、空間にメリハリがついています。ダイニングは空間の中心に位置し、メイン照明のペンダントがとっても印象的です。ゆったりとした空間なので6人から8人で一緒に食事をすることができます。キッチンはアイランド型、天板はステンレスになっており、バイブレーションという加工を施し、おしゃれかつ傷が目立ちにくい仕様になっています。キッチンと後ろのカップボードの仕様を揃え、統一感のあるキッチンに仕上げました。キッチン奥のパントリーを抜けると玄関からストーンと一直線上に抜ける廊下からつながる洗面スペースになっています。洗面台のカウンターは古材の梁をリメイクしたものになります。背面をガラスにすることで外の風景を切り取り、開放的な空間を演出しています。
1.5 畳のトイレには手洗いを設けてあります。壁には時間が経つにつれ表情が変わる特殊な塗料を使用しました。暗めのトーンで統一することで落ち着いた空間に仕上がっています。幅の広いデザイン階段は通常の住宅の2倍の広さになっています。段違いのデザイン階段にすることで、ただ登るだけの用途に収まらず、腰をかけ憩いの場となったり、植栽を飾るディスプレイの場となったり、幅の広さを有効活用しながら個性豊かなスペースに仕上げることができます。階段を上がっていくと、壁を四角く抜かれたヌックが見えてきます。ヌックとは居心地が良いこじんまりとした場所という意味で、好きな本や食べ物を持ち込んで自分の世界に入り込めるスペースになっています。2階ホールからはリビングが見渡せるので、1階と2階のつながりを持たせ、コミュニケーションの取りやすい空間を演出しています。2階ホールは2部屋ほど確保できそうなくらい贅沢な空間の使い方をしています。でも無駄なスペースはなく、階段からの空間のつながり、廊下、フリースペース、リビング吹き抜けからのつながりなど、いろんな役割を果たしている空間になっています。勾配天井になっている洗面脱衣室は天窓を設けていることで、とっても明るい空間になっています。内部は白で統一し、清潔感のある空間を演出しました。お風呂は宝スタンダードのお風呂です。内部のカラーはトーンを落とし、落ち着いた空間を演出しています。ホーローという素材を使った壁は汚れも落ちやすく、掃除も楽ちんになっています。2畳のウォークスルーなウォークインクローゼットは、収納棚をあらかじめ計画することで用途別で収納がしやすくなります。引き出し以外にもパンツがかけられるラックやアクセサリーケースなども取り付けました。しまうのが楽しくなりそうなスペースです。こちらは書斎と洗面台を隣接させたホテルライクな空間。書斎だけでなく、水回りと大きな鏡も取り付けることで、朝の身支度もここで完結できちゃいます。インテリアにもこだわり、照明、鏡、洗面台を丸に揃えることで統一感が生まれ、ゴールドを取り入れることで高級感のある空間を演出しました。全体的に白色と朝と木のぬくもりで統一して、朝の清々しい空間を演出しています。東側に面する壁に設けられた窓は、腰をかけながら気持ちの良い朝日を浴びることができます。大きく取られた開口からは、勾配天井のおしゃれな張りと1階のリビング空間を感じることができます。最後は子供部屋です。ロフトを設けることで、部屋を広く取れない間取りでも空間利用の幅が広がります。ロフトを仕切る壁にも棚を設け、小物を飾ることができるように工夫がされており、ロフト上の天井にはピクチャーレールが仕込まれており、お気に入りの絵やポスターを飾れるようになっています。2部屋とも同じ作りになっていますが、自分色にカスタマイズすることで、お子様が自由に好きな雰囲気を作り出すことができます。
はい、これでこちらのお家のご案内はすべてになります。今回は延べ床40坪、大人かっこいいシンプルさが素敵なお家でした。今回の動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。今回のお家はご見学することも可能ですので、ご見学希望の方は概要欄から詳細をご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。